あのね、リトルデーモンよ、まずはこの書簡を読むのです。そうなのよ、動画撮影の準備をしてたらそのメールが届いて、びっくりしてあなたに電話したの。ねえ、どうすればいい？軽い！こんなの初めてなのよ。動画投稿を始めてからコメントもらうことはあっても、こんなオフ会の誘いなんて。そうかしら、すごいのかしら。そうね、確かに会うのはちょっと緊張するわ。でも私の動画を楽しいって言ってくれてる人たちがどんな人たちなのかも気になる。決めた。遥か高みの玉座にふんぞり返るだけが主ではない。たまには眷属たちの前に姿を晒し、その忠誠心をより高めるのも立派な務め。リトルデーモンのオフ会、参加してやるわ。どんな服を着ていこうかしら。持ち物は？あ、その前に参加するって返信しなくちゃ。あなたもしっかり準備するのよ。一緒に行くからに決まってるじゃない。メール最後まで読んでないの？一緒に動画を撮ってる側近様もぜひご参加くださいって書いてあったでしょ。オフ会は来週の日曜日、東京のカラオケボックスでやるらしいわ。着ていく服や話すこと、どういう振る舞いをすればいいのか考えなくちゃ。よしこじゃなくてヨハネ。確かにその通りだわ。下手に取り繕ったらかえって不自然よね。これはリトルデーモンたちが主であるヨハネとまみえるために企画された集いならば、ヨハネはヨハネらしく威厳を持って接するのみ。なんか言った？あなたの方こそ当日はしっかりヨハネをサポートしなさいよね。うむ、よろしい。それなら悪魔召喚の動画を撮った時に着た衣装はどうかしら。宇宙の終末を占った時のモステがたいわね。
結構気に入ってるんだけどな。黒と紫のグラデーションマントとか、悪魔の角の髪留めとか、闇のパワーストーンのティアラとか。あるけど、それじゃあ普通の人間っぽくなっちゃうじゃない。そう、わかったわ。我が側近がそこまで言うなら、いつもの服にしましょう。とりあえず魔界や黒魔術について議論できる材料は持っていこうと思うわ。リトルデーモンたちを地の底の底まで落としてあげるわ。昨日のうちに覚悟は決めたはず。私は無敵の堕天使。よしこじゃない、ヨハネ。わかってるわよ。でも我が眷属が集結することで生まれる波動が我が心臓を打ち鳴らし、いざオフ会へ突撃。ヨハネ、リトルデーモンたちよ、こうしてあなたたちとまみえる時を楽しみにしていたわ。まあね、ヨハネの力があればわざわざ占わなくても宇宙の真理を読み解くなんて造作もないのだけど、人間の編み出す占いは面白いから。本当？ありがとう。そうね、リトルデーモンたちよ、こうして我らが集うための場を設けてくれたこと、
感謝するわ。お礼に我が魔力を歌声に乗せて授けましょう。リトルデーモンたちのさらなる進化とヨハネ勢力の拡大を願ってミュージックスタート。ヨハネも実に有意義な時間を過ごさせてもらったわ。今日の経験はこれからの打点布教活動において必ずや役立つことでしょう。もちろんよ。眷属の声をないがしろにするヨハネではないわ。遠慮せずにバンバン誘うがいい。リトルデーモンたち。ええ。え？ああ、ヨシコじゃ。って、あなたはわざと間違えたの？絶対わざとでしょ。少しね。初対面の人とあんなに喋ったの久しぶりだったから。ええ、黒魔術や宇宙の神秘についてもいっぱい話せたわ。このヨハネですら知らない情報をいろいろ持ってたし、将来有望なリトルデーモンね。リトルデーモンドって何よ。ええ、ちゃんとステージに立ってライブをするときも客席から応援をもらうことはあるけど、今日みたいにすぐ目の前で喜んでくれてる顔を見ると、自分の歌がちゃんと相手に届いてるんだってはっきりわかるわ。オフ会来てよかった。当然よ。昨日より今日、今日より明日、ヨハネは日々遭遇する出来事を糧として無限に成長していくのだから。ヨシコじゃなくてヨハネ。側近たるあなたが私にそれを問うの？何があったってこれよ。そうなの。オフ会以降フォロワー、もといリトルデーモンの数がうなぎ登りなのよ。きっとオフ会に来たあのけなげなリトルデーモンたちがヨハネの魅力を布教してくれているのね。たとえそうだとしても、ヨハネの魔性によって歌の効力が倍増したのは間違いないわ。あのリトルデーモンたちから語られるヨハネの素晴らしさが
聞いた人間の黒き欲望を呼び覚まし、ヨハネの元へと下らせているのよ。このまま世の人間すべてがリトルデーモンと化す日も近い。やはりヨハネはこの地上を支配すべき器なのね。おっと、ヨハネとしたことが。多少リトルデーモンが増えたくらいで舞い上がってしまうなんてらしくないわね。うん。で、せっかくリトルデーモンが増えてくれたことだし、ここは一つ記念動画でも作ってみようと思うの。ええ、新しく我が眷属となった者たちへ動画を通してヨハネの加護を授けるためにもね。どんな内容がいいと思う？たまには外で撮るのも面白いかもしれないわね。波しぶきが弾ける断崖絶壁とか、暗く深い森の中とか。いるけど、いずれ地上を滑る未来の魔王として、もっと他にやるべきことがあるんじゃないかしら。いや、だから